はい、ということで、大濠高校、川島選手に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。やってくれましたね、我が大阪の阪南高校を、はい、倒して見事これでベスト8ですか。はい、はい、と思うんですけど、すごかったですね。さすがの得点力と、あとやっぱ一番印象に残ってるのは、ショートコーナーからのダンク。あんなんできる日本人おってんやっていう、すごい衝撃的な一本だったんですけど、今回の試合振り返ってこうどうでしたか。まあ、この試合で自分のプレーはすごいできたと思うし、スリーポイントも入ったんで、すごい良かったなって思います。やっぱ今年はこう、まあ、まだ、そうや、2年生や2年生ですよね、はい、そうや、川島君がね、まあ、大濠で、まあ、大濠全員上手いんですけど、その中でもこうエースの要としてねやってる川島選手、実はこう見ると2年生なんですけど、こう、まあ、エースとして大濠高校のこうプレッシャーに感じたり、重圧があったりとかってやっぱあるんですか。まあ、最初はあったんですけど、今はもうないです。おお、なるほど。あとはこのアンダー18も、僕試合見てたんですけど、そのアンダー18の経験を経て、何かこう自分的にこう成長できたこととかってあったりしますか。その、まあ、18の試合を経て、その留学生とかの部分であまり怖くなくなって、最後強いフィニッシュができるようになりました。いや、でもこう試合を見てて、この今身長何センチでしたっけ。2メーターです。2メーターで、ドライブできて、でスリーも打ってましたし、でダンクするでしょ。誰が勝てんねんっていうで本人もね公言しましたよね、 NBA を目指すと。はい、はい、いやこれはね本当に期待大かなっていう、僕は言ってほしいなっていうのは、しかもそれをねこうやって公言するのが僕は素晴らしい。いや、なんかそこはめちゃくちゃかっこいいなっていうのもあるんで、まあ、NBA はね、このウィンターカップあって、まだ次の話かもしれないですけど、いや、今からこうやって掲げてる高校生が言っていることに、僕はすごい感動したなっていう。いや、今から次がウィンターカップ、ベスト4掛けですか。はい。4掛けで、当たるのが、開志国際じゃなくて、帝京長岡じゃなくて、藤枝明誠。そうです、藤枝明誠。ロードプリンス君、身長高いところで多分マッチアップになると思うんですけど、藤枝明誠戦に向けて何かこう意気込みがあればお願いします。まずは目の前の試合を一つ一つ集中して勝って優勝したいです。いや、次楽しみですね。藤枝明誠もね身長高くて、はい、多分リバウンド対決になると思うんですけど、大濠高校もねやっぱ空中戦がだいぶ強いチームだと思うんで、そこの空中戦どっちがこう制するのかなっていう、多分そこを制したチームが勝つんじゃないかなっていう感じだと思うので、明日の試合も楽しみにしてます。はい、頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。リプレイ見てます。あ、ほんまですか。ありがとうございます。いや、嬉しいな。川島くんが登録してるってことはもうみんな登録した方がええでねえ。だからレイグレチャンネル登録したらこれぐらい身長も高くなるしバスケも上手くなるってことでしょ。そうですよね。ますね。ですよね。なんでバスケ上手くなったん。リクレ見てやんな。よかった。リクレ見てです。大濠実は結構ファンが多い。確かにファンが多い。お疲れ様でした。大濠高校 VS 阪南高校、見事大濠高校が勝利してベスト8に進出となりました。おめでとうございます。まあさすがのうまさでしたね、大濠高校。やっぱりねもう身長もあって、で、まあ、能力ももちろんあるんですけども、まあ、チームとしてのまとまりが非常に良かったかなと思います。ミスも少ないですし、でかつこうブレイクも出すしディフェンスも良かったですし、まあ、100点のゲームだったなと思います。まあ、そんな中でもね、先ほどインタビューさせていただいたエースの川島選手、2年生で、大濠高校のエースということで、もう本当にね2メートルなのにオールラウンダーの選手なんですよ。リバウンドはもちろん取ります。センタープレーめちゃくちゃうまいです。スリーポイントめっちゃ打ちます。ダンクします。ドライブしますっていう、もう何でもできる選手で、本人もね公言してましたけど NBA に行きたいと、いや NBA に行くんだと言ってるような選手なので、本当に期待できるような、選手じゃないかなと思います。僕はねやっぱ川島くんの今日の、ペイントイネーじゃないな、ショートコーナーからのダンクを見た時に、あ、これは NBA やって思った自分がいました。それぐらいねやっぱすごい選手なので、まあそこがね川島くんだけじゃないんですよ。大濠高校そのクラスがゴロゴロいるようなチームなので、見てて面白いですね。やっぱり大濠高校はなんか派手なので、まあ、そんな大濠高校と明
藤枝明誠高校が戦うんですけども、これはね本当にまた、ロードプリンス君、藤枝明誠高校のロードプリンス君センターがね、あのすごくいい留学生なので、ここをどう抑えて、どうリバウンド取っていくか、まあこれが勝負の鍵になるかなと思います。でもね、明日もこの対決カードめちゃくちゃ面白いと思うので、ぜひ皆さん見てください。ということで、お疲れ様でした。バイビー。